やっほー、こんにちは、ビジマイです。オトレター、今回はですね、第277回目ということで、話題になっているメイドインジャパンのですね、トランプアイデアルデックのご紹介でございます。はい、こんな感じのトランプということで、近くで見てみいきましょう。噛んだな。はい、それでは近くで見ていきましょう。アイデアルっていう風に書いてあります。デックっては書いてないですね。メイドインジャパンでございますね。で、プレインカーズっていう感じで、すごいシンプルですね、バッグが。で、表はこんな感じで、まああれですね、タリフォーみたいな感じのデザインになっております。で、ジャパンプレインカードカンパニーって書いてありますね。なので JPPCC カーズ、ちょっと紙そうだけど、はい、こんな感じの作りになっております。で、ナンバーワンって書いてあります。はい、で、箱自体がすごいなんかマット式になって、すごい高級感がありますね。で、もう一個あって、こっちは未開封なんですけれども、まあ、こんな感じでですね、こっから剥がすっていう、結構新しいタイプ、新しくはないけれども、まあ、特殊なタイプになってくるまれておりますという感じになっておりました。なので、まあ、普通はね、ここら辺だけやって開けるっていう感じなんだけど、このトランプは全部ビニールが剥がれるっていう感じになりますね。では、オープンしていきましょう。はい、こんな感じで、ね、メイドインジャパンって書いてある、結構なロングフリップでございますね。で、これ個人的にすごくいいんですけど、この長さがですね、ぴったりとこう、ここが閉じるので、すごいカードをなんかいろいろ乾燥とか、まあいろんな湿度関係とかから守ってくれそうな感じがしますね。ここすごいぴったり感がいいです。はい、ではオープンしましょう。よいしょよいしょよいしょ。で、もうこれは開けちゃったんですけど、さっきみたいに新品の状態で開けると、こういう風にですね、帯で、こう、最初からこんな感じでね、もう、言うの難しいじゃない。まあ帯でくるまれてたので、まあずれたりとかしないっていう感じの開封になっておりました。開封になっておりましたっておかしいけど、まあいいか。はい、こんな感じですね。まあ広告券なんか書いてあります。ぜひ皆さんで読んでみてください。で、表側なんですけれども、まあパッと見はバイシクルとかと変わらないんですけれども、まあ若干字体とかが違うんじゃないかなっていう感じです。ただデザインは一緒ですかね。はい、こんな感じになっておりますと。はい、いう感じですね。S が出てきた。よいしょよいしょよいしょ。で、ジョーカーは2枚入っておりますと。まあ、表側は特に変わったところはないっていう感じですね。で、ジョーカーの前にスペードのエースか。はい、こんな感じですごいダイヤモンドみたいなのをイメージして作られたんですかね。アイデアルメイドインジャパンと書いてあります。エースはこんな感じ。スペードのエースはこんな感じ。はい、続いてはジョーカーでございます。やっぱりね、ダイヤモンドを意識してるんですかね。こんな感じで、まあ両方判定してもね、いい感じで同じのジョーカー。まあこれはマジックだと結構助かる感じですね。はーい、表はこんな感じです。では裏でございます。裏も箱と一緒なんですけど、ここがね結構ポイントですね。まあ箱の柄と一緒なのは結構マジックにも助かるっていう感じです。まあさっきも言ったんですけど、タリフォーにすごい似てるかなっていう感じの柄ですね。あと、ここがすごい細いっていうイメージがありますね。ういうい、こんな感じでございます。守備守備ううい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 。なんか質的なんですけど、カーリキューがなんとなくすごいやりやすい質なんですよね、個人的に。ちょっとあんまり綺麗じゃないけど、カメラ越しむずいな。あとですね、まあ、今回は結構3日4日ぐらい使ってったっていう感じなんですけれども、まあ、使っていてちょっと反射でわかるかな、エンボスがかなり薄いトランプになってますね。あと普通エンボスでなんかこんな感じになってるんですけど、なんか点点点点みたいな感じなんですよね。ちょっと見ててわかるかな、ここら辺だとわかりやすいかも。点点点点みたいなエンボスになっていて、あとですね、なんかエンボスが薄いのと濃いのっていうのがわかんないけれども、極端に薄いカードが中に含まれてたりするんですよね。例えばこれとかね、これまあ普通に点点点点見えると思うんですけど、これがかなりエンボスが薄い感じになってるんですよね。ほぼないみたいな感じになってて、この差は何なのっていう感じですかね。使ってて思ったんですけれども、この差は使っててどうなんだろうっていう感じになりますね。はい、そしてですね、気になる質なんですけれども、まずですね、結構滑りづらいカードですね。例えばまあ普通に軽くやるんだったらこんな感じでちょっと広がりづらいと。バイシクルとかだったらスッといくんですけども、力を込めてやると結構なんだろう、力ない時よりかなり広がるんですけど、こんな感じでね、ちょっと力を加えると綺麗に広がるんですけれども、力抜くとなんかあんまり広がらないっていう感じですね。まあ、プレッシャーファーも一緒で、なんかあんまり広がり
安くはないっていうトラップですかね。あと硬さ的にはですね、個人的には結構なんだろうな、これ難しいんですけど、1枚1枚は結構柔らかい感じなんですけど、全体で例えばスプリングとかするとなんか硬い感じに錯覚するんですよね。多分カードの1枚1枚なんかこのカードの質なのかわかんないですけれども、まあ、全体で、ラインが来た。全体でやるとなんか結構硬く感じるトランプですね。ジュビ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 。まああと今回このデッカーですね、マジシャンのためになんか作ったみたいな感じのトランプなので、ちょっとマジシャン側から言わせていただくとですね、まあ何個かあって、例えば、まあ、ファローなんですけど、ファローがですね個人的にはすごく入りづらいかなっていう感じがしましたね。ちょっと怖い。うん、よいしょよいしょ。最終よりは結構入るようになったんですけれども、それでも結構入りづらい感じですかね。おーっとっとっと、かなりずれずれになった。あとですね、まあ例えばトライアンフとかやった時に、まあ、全体引くようにして、例えば上だけね裏にしておいてっていった時に、でもカード入れる時ってこういう風に入れると思うんですけど、トライアンフだとこう見えちゃうので、リフルすると、なのでリフルしない状態で入れるんですけど、これがですねかなり入りづらいんですよね。まあ、ファローの時の入れやすさ、入れにくさ具合と一緒で、すごいこれが入りづらいんですよ。入んない、入んない。これはちょっとね、マジックの時にちょっと微妙かなっていう感じがしますね。こうやって押し込まないといけない、スッと入ってくれないんですよね、こうやって。なのでそこら辺はちょっとねプチ問題なのかなっていう感じはしますね。使っていってっていう感じですけれども、あと全体的にですね、今までにあんまりない質かなっていう感じですね。まあ、個人的にはなんですけど、このトランプ1っててなんかちょっと鋭利な感じがしたんですよ。なのでもしかしたら、肌弱い人はちょっと角切っちゃうんじゃないかな、角で切っちゃうんじゃないかなとか、怪我しちゃうんじゃないかなっていうのはちょっと感じましたね。過去に何回かそういうトランプを触ってて、それにすごく似たので、ちょっとしたところでなんか指が切れそうな感じがするトランプですね。まあ実際まだ切れてないのでわからないですけど、そんな感じ、雰囲気がするトランプかなっていう感じがしましたね。まあ使っていってすごい質は変わるかもしれないですけど、まあ3日4日ね、いつもより結構たくさん使っていってるんですけど、今のところそんなに変化はないっていう感じのトランプですね。ただ書いてあるように耐久性をすごく、耐久性の方にすごいこだわった感じのトランプなので、まあわかんないですよね。これが1週間なのか2週間なのか変わってくる可能性もなくはないっていう感じのトランプでございます。まだわからぬ。まああとマジックだけじゃなくてフラリッシュの方なんですけれども、まあこれは好き嫌いかなり分かれる、好き嫌いかなり分かれるトランプなんじゃないかなと思います。まあ例えばこういうカット系とかね、なんか角っこを使うやつとかは結構馴染みづらいかな、個人的には。結構ちょっとなズレでもなんかダダグズレするみたいな感じ、ちょっとカット系が難しいかなっていう感じですね。だからこんな感じ、ディスプレイ系はすごい入るトランプなんじゃないかなと思います。あと 4S とかやった時に、例えばこれだけ持ってたらすごくなんかかっこいい、ビジュアル的にかっこいいトランプなんじゃないかなと思います。まあフラリッシュは、まあフラリッシュ向けに作られてないっていうのもあるんですけれども、あとパッとこういう感じでパケットをちょっと分けづらい感じなトランプかなと感じました。まあ個人的な意見なんですけれども、そんな感じはしましたね。はい。あとアンダープレッシャーがめっちゃやりづらい、こんな感じになっちゃう。まああとですね、普通に使っててもこういう風に例えば1枚だけ裏返したりとかするんですけど、これこういう風にすごい間が空くんですよね。例えばこれをダブルでやったとしても、まあ、結構間が空くので、人によっては結構使いづらいんじゃないかなと思います。妙な反りができますね。こんな感じで、はい、これはすごい感じた感じ、感じた感じです。はい、ということで今回は話題のアイデアルデックのご紹介でございました。まあ、ここに書いてあるとですね、マジシャンが作り上げた日本製トランプですって書いてあって、まあ気になる方はですね、ここですね、もしよかったら検索してみてくださいですね。まあマジシャン、マジシャン、なんか変な発音、マジシャンのために作られたって書いてあるんですけど、今1個1500円で結構コスパが悪いんじゃないかなっていう感じなんで、UFO 加藤さん、はい、なのでまあそこら辺はちょっとんっていう感じはするんですけれども、まあただ話題のトランプなど1個1500円とやっぱりまあ今の時代的にまあ普通ではありますけど、やっぱりお高めなので、まあ気になる方はチェックしてもいいんじゃないかなと思いますけれども、コスパ的にまだまだわからないかなっていう感じですね。まあ今後に期待っていう意味も込めて、はい、楽しみだなと思います。ということで、もしよろしかったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。バイバイ。はい。
面白いトランプですね。かなり楽しませていただきました。ありがとうございます。バイビー。滑りがな、もうちょっと良くなるとな。かなりプレッシャーファンやっても結構こういう感じで間が空くんで、だからサムファンがいいのかな。でも結構力を加えないと綺麗に開かない印象でございました。はーい、バイビー。おう。